早くあいつを、黒崎を出せ。そんな体でシュンともう一度戦うというのか。そうだ、今度こそ絶対に負けない。エクシーズの人間はみんな僕たちに駆られる運命なんだ。君も黒崎も、さっき言ってたルリって子もエクシーズ使いなんかに負けるわけないんだ。本気でやれば僕の方が強いんだってことを証明してやる。あいつを隠すつもりならお前も容赦しない。その子がどこにいるのか僕は知らない。おそらくカード化されちゃったんだろうけど、それでももしかしたら助ける方法が一つだけあるかもよ。何？お、やっとその気になった。そう来なくちゃ。まずは君をやっつけてから黒崎を仕留める。この世界のエクシーズ使いは僕一人で片付けてみせる。そうはいかない。ルリを助けるためにもまずはお前から。先行はもらった。僕のターン。僕は手札からエッジインプトマホークを召喚。エッジインプトマホークは1ターンに1度手札のエッジインプモンスター1体を墓地に送ることで相手プレイヤーに800ポイントのダメージを与えることができる。挨拶代わりってことで、これで僕はターンエンド。大丈夫？なんだったら今すぐ黒崎を呼び出して交代してくれてもいいけど。俺のターン。ファントムナイツダスティーローブを召喚。まずは攻撃力800のモンスターね。さあ、そこからどう展開するつもりかな。負け犬のエクシーズ使いさん。俺のフィールドにレベル3のファントムナイツが存在するとき、手札ファントムナイツサイレントブーストを特殊召喚できる。なるほど、これでレベル3のモンスターが2体ってことは。俺はレベル3のファントムナイツダスティーローブとサイレントブーツでオーバーレイ。戦場に倒れし騎士たちの魂を、今こそ蘇り闇を切り裂く光となれ。エクシーズ召喚。現れろランク3ファントムナイツブレイクソード。来た来た、エクシーズモンスター。バトルだ。俺はブレイクソードでエッジインプトマホークを攻撃。俺はカードを2枚してターンエンド。まあこれくらいやってくれなきゃ僕も手応えがないからね。さてと、君がエクシーズを決めたなら僕もそろそろ本気を出さなきゃね。僕のターン。僕は手札からマジックカード融合を発動する。僕が融合するのは手札のアニマルベアとエッジインプシザー。悪魔の爪よ、野獣の牙よ、神秘の打つ手一つとなりて新たな力と姿を見せよ。イヤー召喚。現れ戦慄の獣のデッドシザーベア。バトルだ。僕はシザーベアでブレイクソードを攻撃。この瞬間ブレイクソードの効果発動。このモンスターがフィールドを離れたとき、その素材となったモンスターをレベル4として特殊召喚できる。ファ
ントムナイツは倒れない。何度打ち倒されようと蘇る。これが俺たちレジスタンスの戦いだ。シザーベアの効果発動。1ターンに1度バトルで破壊したモンスター1体を装備することができる。そしてその攻撃力をシザーベアの攻撃力に加える。君のエクシーズモンスターなんて所詮シザーベアの栄養になるしかないってことさ。さあ、蘇らせた素材でまたエクシーズすればいい。そいつも飲み込んでやるから。僕はカードを1枚捨ててターンエンド。俺のターン。俺はレベル4のファントムナイツダスティーローブとサイレントブーツでオーバーレイ。本当にやるんだ。漆黒の闇より無言なる力に抗う反逆の牙、今降臨せよ。エクシーズ召喚ダークリベリオン、エクシーズドラゴン。たかが攻撃力2500のモンスター出してどうすんの。今のシザーベアの攻撃力は4200もあるのに。ダークリベリオン、エクシーズドラゴンのモンスター効果発動。オーバーレイユニットを1つ使い、このターンの終わりまでフィールドにいるレベル5以上相手モンスター1体の攻撃力を半分にし、その数字分ダークリベリオンエクシーズドラゴンの攻撃力をアップする。フリーズンディスチャージ。まずい、残り1つのオーバーレイユニットに使われたらシザーベアの攻撃力は1050に下がって。バトルだ。俺はダークリベリオンエクシーズドラゴンでデストロイシザーベアを攻撃。反逆のライトニング、ディストロイ。これで俺はターンエンド。この瞬間ダークリベリオンエクシーズドラゴンの攻撃力も元に戻る。遊びさ、本気でやるわけないじゃん。僕の仲間だってそう。だって君たちは僕らにとってハンティングゲームの獲物なんだから。僕のターン。僕はフィールドに捨てていたデストロイカスタムを発動。この効果で墓地からエッジインプトマホークをデストロイモンスター扱いで特殊召喚。さらに墓地に存在するエッジインプ DP もどきのモンスター効果を発動し、これをデストロイモンスター扱いにする。僕はマジックカードデストロイフュージョンを発動。フィールドのエッジインプトマホーク、墓地の DP もどきとデストロイシザーベアを素材にして融合召喚する。僕の力を思い知らせてあげるよ。アカデミアで培った本当の本物の融合召喚で最強のモンスターを呼び出してね。悪魔宿りし非常の玩具よ、歯向かう愚民を根こそぎ滅ぼせ。融合召喚、現れいでよ、全ての玩具の結合魔獣デストロイマッドキマイラ。バトルだ、マッドキマイラ攻撃。マッドキマイラの効果発動。永続トラップ発動、ファントムフォグブレード。この効果により今の攻撃は無効となる。このカードがある限り攻撃することができない。攻撃を防ぐトラップだと。こんなカードをセットしてたなら僕のシザーベアの攻撃も防げたはず。攻撃を誘って
エクシーズ召喚を成功させたくせに、お前はさっきの攻撃でオーバーレイユニットを一つ残した。どこまで僕をバカにする気なんだ。やっぱり許せない。ランクアップマジックファントムナイトラウンジを発動。このカードとダークリベリアのエクシーズドラゴンを素材にランクが一つ高いモンスターをエクシーズ召喚する。天国の底より、今が静まるに魂に捧げる反逆の歌、永遠に響かせ現れよ。ランクアップエクシーズチェンジ、見てよランク5ダークリベリアエクシーズドラゴン。魔法異常色を発動。自分フィールドの中トラップカードを墓地へ送り、1枚につき1000ポイントライフを回復する。レクイエムエクシーズドラゴンのモンスター効果、1ターンに1度オーバーレイユニットを1つ使い、エンドフェーズまでレベル5以上のモンスターの攻撃力をゼロにして、下がった数値分ダークレクイエムエクシーズドラゴンの攻撃力をアップする。レクイエムサルベーション。どれだ、これはダークレクイエムエクシーズドラゴンで強攻撃。僕が負けるはずない。エクシーズの奴らなんかに、この僕が。待て、逃げるな。もう一度僕とデュエルを。2体のモンスターでオーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚、現れろナンバーズ39、希望、ホープ。